M31 ヒートライフルグレネードは、アメリカ合衆国の 22mm ライフルグレネードである。陸上自衛隊では、M31 追戦車小銃敵弾として採用し、普通化部隊などが装備している。1950年代末、アメリカ陸軍海兵隊の装備しているエナージャライフルグレネードを更新するために開発された。 弾頭はエナージャと同様の成型作薬弾であったが、新艦は機械式からより構造が単純で信頼のおける圧電効果を利用したものとされ、有効角度は65度までと広くなった。発射後、安定翼及び3枚のディスクの回転により、姿勢を保ち、おおよそ10メートル前後で1枚のディスクを放出して飛行する。直径は、 エナージャの 75mm から 66mm に小型化された。走行貫通能力は250から 305mm と言われていたが、1970年代半ば、1973年に露革されたソビエト連邦製の戦車を使用して行った実験により、走行板に対して 200mm、コンクリートに対して 400mm とされた。 米軍で後に開発される対戦車ロケット弾 M72 ローの弾頭は M31 とよく似た形状をしており影響を与えたことを伺わせる。ABC パンツァー臨時増艦陸上自衛隊の車両と装備2012から20132013年1月号アルゴノート社、P75 ハット US アーミーパブリケーションセプテンバー30 1977FM-7 ザメキニズド、インハントリープラトーン、スクワットセクション B-21、スペシフィケーション 4M72A2 ロー、バリアントウィッチユージズ、a ーヘッドオーオルモスとアイデンティコルツーザ M31 ヒート。ありがとうございます。